泣きべそば抱えてんのはどちら様不安さはめたぶん泣きやにかせ今に見てろと手に取ったものは僕なんやナイフなんてもんじゃないけど一切が最高のどんなたて約束しよう背中の値札を引き離せ廃材みたいな毎日だけど捨てるのはまだ早いだろう今日も無事震えながら終点駅のホームで明日の僕がまだ待っているわがままでのろまな主のこぼれる言葉がどうしよう